そうですね。何でもこう推し進めるというね、まあ、日米ん。安保からしてもそうでしたけどね、考えてみたら、そうそう。う自ん。民党のやり方で、アメリカもそこら辺はうまく目つぶってるけど、実はそういった形で政権の安定性をね、ずっとやっぱ狙っているから、やっぱそこら辺もアメリカの責任はあるある、ね、あるもうあるです。占領してきて、ずっとそれを保ってるからね、やっぱり。高い武器買わせてるし。ねえ、本当、それで9条もどうなるかっていうあれ話ですよねえ、ね。そうです、そうです。だから、やっぱそういったことを考えても、人権守るってことは、本当に幅広く、やっぱり政治情勢とか、把握してないと、ですね、もう人一人のやっぱり人権とか、特に女性とか弱くされた人々とか、本当、もてあそばれるというか、放置されても。ですね、本当ですね。だからそういった意味では、そこでこう、なんていうんだろう、防波堤じゃないですけど、しっかり土台を築いて、ね、頑張っていかれているパンさんたちに、本当、私たちいえいえ。の連盟のみんなは、すごく敬意を。示すということを私は伝えるように言われているので、ここでおまあ、伝えふ、しあたいりがとうございます。まあ、踏ん張りどころですよね、今ね。と思います。そうですね。私たちになんかこう、今できること、あるいは私たちに対してこう、なんかメッセージとか何かもしありましたらお願いいたします。そうですね。やっぱり国際連帯すごく大事だと思います。で、国内でそれぞれやっぱりやっていくってことも大事ですけれども、やっぱり国際社会でやっぱつながって声を上げていくっていうことが大きな、やっぱりその国の政権に対しても影響力を与えるし、やっぱり何度も言うように、やっぱこの女性の人権の問題にしろ、平和の問題にしろ、これは各国のも国の問題というよりかは、やっぱ全世界的にね、やっぱり一緒にこう手をつないで解決していかなければならない問題だというふうに思いますね。で、国際連帯の力というのは、例えばこの慰安婦問題とかに焦点を当ててみても、やっぱり被害者の声が国際社会に広がることによって、それでアジアの被害国の女性たちが立ち上がるきっかけになったし、例えばボスニア・ヘルツゴビナの女性たちが名乗り出るきっかけになったのも、テレビで、まあ、キム・アクスンさんが名乗り出る姿を見て、これは私だというふうに思って名乗り出られたという経過があるように、そういう連帯がやっぱ国際的に被害者の連帯が広がっていったし、そして、国際連帯で言えば、まあ、アジア連帯会議がですね、1992年からずっと開催されて、今はまあコロナもあって開催されていないですけれども、まあ、15回ですかね、開催されましたけれども、まあ、そのアジア、アジア連帯会議の場で、アジアの被害国の人たちと、そこの支援グループだとか、被害者自身と支援グループがやっぱり共に手をつないでやっていこうということでやってきたし、で、そこにやっぱりアメリカやヨーロッパの女性たち、オーストラリアやいろんな各国の女性たちも一緒にやろうということで、手をつなぎつながってやっていったという過程があって、まあ、そういう中で国際社会にも訴えて、国連の人権委員会、各人権委員会でも慰安婦問題について日本政府に勧告が出たり、まあ、結局功を成さなかったというか、日本政府は動かなかったけれども、やっぱりそれがやっぱりそういう認識が国際社会に広がることによって、国際法も発展してきたと思うし、女性に対する認識とかね、国際法も変わってきて成長していったし、まあ、そういう世界的な広がりっていうのはとても重要で、そういう意味では、市民の国際連帯も言うまでもなく、とても、まあ、重要であり、これからの課題として、まあ、コロナもあったり、でもむしろね、コロナになってからこんな風に つながる。私たち今までシンポジウムとかセミナーとかって言ったら、当然こう来れる人、集まれる人でやってたけれども、今は普通に
あの韓国とかアメリカとかいろんな国の人たちが参加して、まあ、ドイツからもですね参加してもらって一緒にこう状況聞けたりとかするので、ある意味そのきっかけを作ったチャンスにもなった。そうですね、ね、うん、今後ともこんな風にね話が本当嬉しいです、ね、でも国際連帯に関して一つあのパンさんが先日おっしゃってたそのあの慰安婦像とかあの少女像を撤走しようとするその日本政府とかあとその他 の、まあ、あの右派ですかね勢力 の、 あの、まあ、世界中での動きに関しても、うん、あのちょっと、ね、触れるべきだっていうお考えが ありましたけど、なんかベルリンからバンクーバーの郊外からオーストラリアからでも後から後からその、ね、あのメモリアルを阻止させるっていう、うんうん、動きがあることを耳にはしますけれども、うん、あのどうですか日本からあの見てそういった動き、まあ、驚かないと思いますけど、うん、いやすごいなとあの本当になんていうかあの慰安婦像を建てるっていうことの本質っていうか真髄っていうのがどこにあるかっていうことがやっぱり見えてきた。まさにあの美穂さんたちが慰安婦像を建てようと思ったその思い、やっぱり女性の人権、あの性暴力を許さない、戦争を許さないっていうね、そういうあの本当にプラスですね、マイノリティに対する差別やね、人権侵害を許さないっていうね、そういう本当にあの像に込めた思いっていうのが広く共有されて、だからこそこう各国で像を建てよう、少女像を建てよう、慰安婦像を建てようという動きが広がってる。被害国でもないのに、被害国に建てるということの意味は分かるけれども、異例の意義とかもあると思うんですけれども、やっぱりかあのヨーロッパとか、まあ、あのドイツとか、アメリカ、カナダの各地で建てようという動きが広がってるっていうのは、そういう本質的な意味があるというふうに思っているので、それがあの、そういう広がりが日本に対してやっぱ脅威を与えてる。日本はやっぱりあの本質が分かってない、これは日本を叩く、うん、日本を非難する像だっていうふうに、まあ、あの本当に本質が見れてないからそんなふうに言ってると思うんですけれども、それプラスさっきも言ったようにこの慰安婦問題はなかったことにしたいっていうのが、うん、教科書やメディアにあの教育メディアに手を突っ込んだようになかったことにしようとして日韓合意とかでなかったことにして最終的不可逆的解決したのに像が立つっていうことは終わったことにはならないって言って反発をして言ってるんですけれども、まあ、そのあまりにも露骨にですね、普通に考えてもいきなり首脳会談であの少女像を撤去せよとかっていうのは、まあ、ドイツの首脳との会談で岸田首相が言ったんですけれども、そういうことを言うっていうのはもう非常識も甚だしい、もう驚くようなことを平気で口にしてしまう、まあ、そのような、まあ、しかもドイツですよね、過去の記憶を引き継いでいくっていうことがもう国の、まあ、国是とも言えるぐらいな、そういったドイツの国においてそういう過去の歴史を象徴するような像を撤去せよというようなね、そういうことを言ってしまうような、まあ、そのようなこう歪んだ状況にあるのが今の日本の政治だと思うんですけれども、まあ、そういう意味でもやっぱりあのやっぱドイツの例っていうのは非常に象徴的な、いろんな意味で象徴的 でドイツに立ったあの少女像っていうのは最初はあの、ドイツの市民たちはあまり関心なかったんですね。あのコリア協議会の人に聞いたところ、最初はあまり関心も持たれなかったのに、日本政府から圧力があって撤去させようとした途端にわっと広がって、これはもう本当に地域住民から女性団体や芸術団体や、まあ、あの市民団体が一斉に立ち上がってこれを守ろうとしたんですよね。だからむしろですね、日本政府のそういう姿勢があの少女像にもともと関心があんまりなかった、少女像にみんなの関心が集まるようになったし、それをきっかけにドイツ自身が性暴力、戦時性暴力をにあのやっぱり目を向けてこなかったけれども、自分たち自身の問題として考えるきっかけを作った、議論するきっかけを作ったっていう意味でも、あのドイツの例は非常に象徴的だし、あの慰安婦像を建てるということのメモリアル碑を建てることの象徴的な意味を表す
そういう事例だったなというふうに、そうですね。サンフランシスコも逆に橋本とかがギャーギャー、吉村でしたっけ、ギャーギャー騒ぎ立てたおかげで、もう報道もそれだけ拡散しましたし、支援者がどんどん現れたっていうのもあるんですよね。うん、ねえ、そういうものですよね。ね、逆手にとってそういったところでもやっぱりじゃあどんどんサポートの輪っていうのを広げていきたいですね。そうですよね。でも日本政府はもうこれに関しては忘却にもうサバイバーたちのもう声一つ残らず忘却に押し込むまで多分もうストップしないと思うんですよね。うん、なんかもう、うん、やっぱり再軍事化にもうめがけてやっぱり言っているんだろうなっていうのがすごく、やっぱこういった歴史は埋葬してしまわないと何かと都合が悪いですよね。うん、本当そうです。日本の人たちは多分、うん、戦争なんか起こらないと思ってると思うんですけど、そんなことないですよ。これだけ武器を買ってですね、武器を買って国家予算、軍事予算ですね、2倍にしようという動きが今あるんですよね。そういうことを言い出してるんですね。で、今9位、世界9位の軍事力なんですけれども、軍事費なんですけど、今度、2倍にしようということが実現したら世界3位なんですね。うん、だから本当に恐ろしいし、憲法も変えようとしてるけれども、そんな形だけじゃなくて本当に具体的にそこに向かって進もうとしてるっていうことを、うんうんうん、日本の人たちはまだ理解できてない。そうですね、できてない。戦争できる国にするためにやっぱ法的な改正とかも進めてますしね。うんうんうん、資金、ね、凍結するとかね、有事の際にはとか、うん、もういろんなもう多角的に攻めて着々とね、うん、進めてるっていうのありますよね。だったらもうこの問題やっぱり埋葬させないっていうことが本当日本の国の平和自体をもうね、うん、もう決定づけるぐらいのすごい運命抱えたようなものでもありますね。うん、まあ、そんな意味で、すごく本当に貴重な活動を続けていかれて、されてください。今後は、やっぱり私たち、来年、今年が、慰安婦像の、5周年記念ですね、うん、秋ですね。で、来年は日本で、朝鮮人、中国人虐殺ですね、その関東大震災の100周年だっていうことで、はいはい、うん、ちょっと訪日団を結成して、うん、行きたいなっていうふうに思っているので、はい、何かお互いその連帯をしてですね、その1923年起こったことも歴史を否定したりとか、あとは大昔言えば石原慎太郎がまだ生きてた頃に、あれは日本人が虐殺されないように気をつけなきゃいけないみたいなことを一回目を放ちましたけど、うん、なんか立場がひっくり返ってたりとか、今でもだから多分こういった情勢ですから、歴史もどん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 否定させれる、うんうん、方向にあるっていうのも驚かないですけど、そういった意味ではやっぱいろいろまあ連携する共通点はあるなと思って、うん、だから来年の秋をめどにまた行き来すると思うんですけど、その時はぜひ、ね、はいはい、お会いしたいです。